まずは水で前髪の根元を濡らしてしっかり癖を取っていきます。根元を指でこするように乾かしていくと根元からしっかり癖が取れます。ブラシを使ってブローしていきます。こうやって毛の流れを整えることによって前髪が崩れてきにくいです。こんな感じでコームを使って前髪の形を作っていきます。こう手首をクリッと返すようにやっていくといいですね。で、熱が冷める前にコームで自分のやりたい形に整えていきます。続いてケープで前髪を固めていきます。少し離してやっていきます。特に根元の方を振ります。で、最後指につけてこの分け目のところを固めます。本当にこれやるだけで動かないので皆さんもよかったら真似してみてください。エビアンのフェイシャルスプレーなんですけど、これでまず前髪を濡らしていって癖を取っていきます。癖を直していかないと一日中割れちゃうようになっちゃうのでそこだけ注意してやってください。そしたら続いて前髪を乾かしていきながら、前髪の流れを整えていきます。前髪の割れを防ぐし綺麗なパッツン前髪が作れます。こうやって前髪をキャッチしてドライヤーで熱を与えながら丸めていきます。根元の方から丸く手首を返すようにやっていくのがポイントですかね。横毛の方はちょっと小顔効果が出るようにクリンと外向きに巻くのがポイントです。では最後前髪が動かないように固めていきます。これを根元の方から振っていきます。で、最後指につけてこの辺の横毛とかもつけていきます。こういった隙間とかにも塗ってこう前髪に束感が出るようにこんな感じでやってます。パツンにやってる時はこんな感じでこの隙間を大事に動かないっていうのを大事にやっております。